はい、それでは、日卓サイトのサーボス3の画面を、ね、このカメラで撮って見てみます。はい、まあ、こんな感じですね。今はパソコンとタブレットで見てますけど、じゃとりあえず、じゃあ、まあ、タブレットの方で見てみましょう。はい、それでは日卓画面のこのサーボス3の、ね、ここをポチッと押します。はい、ここ見てください、ここほら、この色がついてきましたね、今ね。最初は色がなかったんですけど、まあ、こういう面白い仕掛けもあります。まあ、という感じで、動画を撮ってみたんですけど、まあ、ここから先が、まあ、結構長い動画になってしまいます。はい、っていうのはやっぱりご紹介したいことが多くて、まあ、結構、ね、細かく紹介していくと、まあ、だいぶ長い動画になってしまうということで、今回動画で見ていただくというよりも、まあ、実際皆さんにお手持ちのパソコン、タブレット、スマホでサーボス3のページを見ていただければ、ね、その方が早いかなと思いまして、簡単な説明だけにさせてください。はい、これが注文画面になってるんですけど、いろんなボタンがあって、マークだったり、サイズだったりね、まあ、申し込みだったり、いろんな画面がありますけど、こういう方の種類があって、色々これで、ね、で、この画面の右下にあるこの操作方法っていうのを押していただけると、まあ、ここにいろんな、操作方法についての説明がここで見れるようになっています。はい。こんな感じで、はい。いろいろ見れます。なので、まあ、この画面をチェックしていただければ、十分ご自分で見ていただいても問題ないと思うんで、操作方法の動画を見るよりも、この画面を実際に見ていただいて、でこう体感していただいた方がいいかなということで、はい、今回は、まあ、この動画に差し替えですね、させていただきます。はい、で一応この動画の、まあ、下ですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、あと今回ですね、実は自分のこの卓球場でね、丸く橋卓球スタジオで活動している、男女一応2チームありまして、ね、その2チームで実はこのサーボス3を使って、今年度のユニフォームを注文してみました。でその動画をこの動画の次の動画として、ね、アップしますんで、はい、そちらもぜひご覧いただければと思います。なかなかいいよね。てか、上を赤、てか上をピンクにして。